サンテリアの儀式風景、サンテリア、または、サンテリアは、主に西アフリカのヨルバ人の民族信仰と、カトリック教会、スピリティズムなどが混交して成立した、キューバ人の民間信仰。混交宗教。古称は聖人を指すスペイン語から。この信仰は、ハイチのブードゥー教と同じく、敬虔な信徒は、自身をカトリックと主張しながら、 西アフリカに属する古代の神々を崇拝している。ただ、同じように奴隷として、黒人をアメリカへ持ってきた、主人である、スペイン人、ポルトガル人が、その信仰の黒人の信仰、特に魔術の部分に注目し、それを実践するようになっている。また、1980年代から、サンテリアの信徒は、カトリックと、並行して、信仰を実践しているため、 カトリックの信徒と同数である。入門の儀式や薬よけの儀式を取り行う司祭をサンテーロ、サンテーラと呼ぶ。彼らは芳売を使った占いを行う。同様にサンテリアへの入門の儀式や薬よけの儀式、イファ占いを行う司祭を特別にババラオと呼ぶ。ババラオとは、司祭の父という意味で、最高位の司祭のことである。彼らはエコレと呼ばれるチェ、ンカ インキンと呼ばれる、ココナッツの実を16個使ってイファ占いを行う。なお、ブラジルのマクンバという儀礼を行うカンドンブレや、ウンバンダは同様の信仰で、オリシャと呼ばれる神々が共通している。キューバでは、サンテリアのみならず、パロやアバクは、ブードゥー教といった別種のアフロキューバ信仰も、盛んである。ヨルバ人の神々で、激しい欲望、好み、 気質などの人間的な性格であるオリシャは、キリスト教の守護聖人と集合している。自分たちが信仰する神々が、カトリックの聖人に生まれ変わったとする。この信仰は、ブーデュが、それらしい聖人を当てるのに対し、平和と純潔を象徴し、白馬に乗った白人男性で描かれるオバタラは、慈悲の聖母が、男性的で、ハンサムな若者とされ、 情熱を司る日、雷の神ちゃんごは、聖バルバラが当てられるなど、元の神と性別が異なるものも多々ある。カンドンブレにおけるそれらと、共通した精霊が崇拝されている。オグンは、オグン、オロルンが、オールルーン、イエマヤは、ヤマイヤと表記される。レグバは、エレグアと呼ばれ、特に崇拝されている。ありがとうございます。